を守る国民連合の会主催奥の院日本歴史講座、第3回となります。大東亜戦争への道と大きくテーマを持ちまして、吉重武雄先生にこれからご講演をいただきたいと思います。今まで の1回目2回目 とても面白くて、この大東亜戦争への近道、ごめんなさい、道というこのタイトルの中でももう横に広がり奥に広がりで、とても本当に一筋縄では語り尽くせるような内容ではなく、私などは非常に古代史から頭の整理ができてとても楽しい講義だなと思っております。で、本日は3回目ということで、前回もあれですかね、今ネットで前回のものは見れたりするんでしょうか。見られますか。 YouTube です。デイリーモーションになってます。デイリーモーションって、そうなんです。前回も YouTube に早速アップしてくださいました、ありがとうございました。ですがやはりちょっとかなり緊急な問題で速攻 YouTube から削除されまして、それだけ大変ギリギリの内容だということの証かと思います。で、今は前回の分もデイリーモーションで、探す検索ワードとしては奥の院日本の歴史講座、吉重先生のお名前。このまま奥の院日本の歴史講座大東亜戦争への道という検索ワードでデイリーモーションで、今でも前回、の講義についても見られるようでございますので、もし頭の整理などに必要な場合にはそちらでご検索いただきご覧くださいませ。あと吉重武雄さんのお名前では、そうでしたか、はい、吉重武雄先生のお名前でも出てくるそうです。武雄は、大丈夫の大丈夫じゃないから、いや大丈夫ないですご覧の通り大丈夫です。それでは早速よろしくお願いいたします。吉重と申します。前回もちょっと話したかもしれませんけども、冒頭にちょっと私のよく言う奥の院というものと、最近非常に言葉が流行り始めたディープステートというもののちょっと関係をお話しさせていただこうと思います。ディープステートというディープステートという言葉はかなりもう、流行ってきた言葉で、内容はあんまり定義せずに流行ってきてるんですね。あんまり定義は聞いたことないですよね。ディープステートとはって話をですね、どうですかね、お聞きになったことあります？多分ないと思うんですよね。行われてない、私の方で定義を、ざっとした定義をしてみたいと思います。それは奥の院っていうのは太古の昔からあるものって、ユダヤ人が、現れてからというですね、奥の院がイコールユダヤ人ではないんですけど、最初は奥の院がユダヤ人とイコールだった。途中からそこへ美味しい話がいつもあるもんだから、そこへ非ユダヤ人ものこのこ入ってきた。入ってきて一つのグループを形成したというのが、奥の院の存在、内容で、ディープステートっていうのは最近入り出したんですけども、最近この近現代において、私の考えではイギリスの政教と革命から世界支配を目指した人たち、ほとんどユダヤ人、ユダヤ人の金融、支配、大富豪を中心としたグループが世界支配を目指した、この人たちを一応ディープステートと言うんであろう。だから簡単な言い方をすれば、
奥の院の現代版、奥の院の現代版ではあるけれども奥の院とは必ずしも一致していない、ディープステートには奥の院の金融大富豪たちのとそこへ寄ってきているいろんなお金や名誉を求めてこうやってきている人たち、この一団のことをディープステートという。でそのディープステートというのはそれぞれの国にある、それぞれの国にある、日本には日本にディープステートだけど、それぞれの国のディープステートというのはまあ同じ組織というのは、まあ、支部みたいなもの、ディープステートの本部みたいなのがあって、そしてその支部が各国にあると、こんな風なイメージでおると、まあ大体実態に近いんじゃないかと思うんですね。だからディープステートには大富豪プラス政治家、それから学者、それからメディア、そういった連中がこうなんとなく一緒になってて、で、まあ、世界を支配、国だったら日本だったら日本の国を支配する、アメリカだったらアメリカの国を支配するというふうな方向で動いてる。その動きと今日この間からやらせていただいている私の大東亜戦争、さっきの大東亜戦争と深く関わっておる。この間も私言ったと思うんですけども、じゃあ大東亜戦争は日本は誰と喧嘩したんですか、誰と戦争したんですか、アメリカですか、違います、アメリカではありません、それ今で言うディープステートと戦争した。一番いいその例が原爆です。原爆をに関しては開発から日本に落とすまでの全てのことをアメリカ軍は、マッカーサーは何も知りません、何も知りませんでした。だから知らないところでアメリカ国内ではあるけども、アメリカ国内でアメリカの正規な軍隊の知らないところでずっと進められておった、まあ、プロジェクトで、それが最後まで日本にこれを使うということもこの連中が、まあ、決めたということですね、決めてそして実行したということで、だから今日の確か私ブログに書いてると思うんですけども、原爆投下を日本がこらって言って文句言っていく先はアメリカ政府ではないんじゃないか、アメリカ政府っていうか、まあアメリカ国民、アメリカの国民を敵視する、この原爆投下を材料にもとにアメリカ国民を敵視するのは間違ってると思うんですね。あくまでもこのディープステートの連中だ、ここはもう彼らは巧妙なんですね、自分らはやっといて、そして、それに対する、まあ、報復っていうか文句クレームを言っていく先は別なところに行くようにしていると、これがこの太古の昔から存在する奥の院のいつもやることです、いつもやる、同じことやってます。それをちょっとだけご説明しようと思います。じゃあ太古の昔から奥の院っていうのありますよっていうのは、じゃあいつ頃からでしょうかねってなると、まあ2500年ぐらい前、およそですね、2500年ぐらい前っていうのは どういう時かっていうと、確か私の記憶間違ってなければ、ネブカドネザールという王様がね、イラクの当時はバビロンのネブカドネザール王がイスラエルを滅ぼしたんですね。イスラエルというのは今のパレスチナの地域にあってイスラエル、そのイスラエルを滅ぼした。なぜ滅ぼしたか、あまり悪いことするから、あまりにも悪いことするからこの連中はけしからん言って、ネブカドネザールがその国を滅ぼした、滅ぼして捕虜として3万人とも言うんですけども、ぐらいのユダヤ人を
バビロンに捕虜として連れて行っちゃった。だからバビロンに見らだからこれをバビロンの捕囚って言うんですけど、3万人ぐらいバビロンに連れて行った。で連れて行ってその後連れて行かれたのが、まあ、強制労働させられるとかそういったことはないんです。そういう歴史はないんです。ネブカドネザル王はつまりバビロニアの王は非常に寛大で優しいんです。どうぞ自由にと。その代わりもイスラエルのその時はユダ王国って言った、ね、ユダ王国はもう潰してイスラエルに戻ることはならない戻ってはいけないということで、だからバビロンで自由に、まあ、彼らは暮らしてたわけです。それが最初に。で彼らは50年そこにいた。およそ50年経ってどういうことが起きたかというと、これがまた彼らのその50年の間に今のユダヤ人の、まあ、トーラかその、公領のようなものを作ってですね、ユダヤ人はこれからこうしよう、今のユダヤ人が、まあ、生まれた、だバビロンで生まれた。でだからその連中が50年経ってある一つのことを出来事をあることをしました。どういうことをしたかというと、これは非常に大事なことです。以後同じことをしますから。どういうことをしたかというと、たまたまその時期に北方にペルシャっていう国ができたんです。 大強国、非常に強い強力な国ができた。ペルシャ、そこの王様にキュロスという王様がいまして、何代目かちょっと忘れました。初代ではないんですね。キュロスという王様がいて、その時一番強大だったんですね。大きな国なんです。そこのキュロスのところへこのユダヤ人が行きましてね、まあラビって言うんですけどね、坊さんですね、ユダヤ教の坊さん。王様行きました。でキュロス王のところ行って、バビロンを攻めませんか、バビロンを取りなさい、バビロンを侵略しなさい、取りなさい、こう言うんですね、ユダヤ人ね。そりゃね、バビロンも大きな国だ、 強力な強い国だから、そんな簡単には取れないよと言って、まあそういう会話が一生懸命誘うわけで、ダビがね、ユダヤ人がね、キュロス王を誘うわけです。であまり言うから僕は、いやでそんな簡単には取れない、いや大丈夫です、キュロス王の軍が攻めてきたら私たちが城門を開ける。昔の国はですね、首都っていうか町は城壁に囲まれてるんですね。でその外は何もないわけです。私も昔々小っちゃい時に市内に住んでましたけどね、あそこもそうなんです。城壁に囲まれてまして、その外は何もないです、まあ、畑とかね、そうなんです。だからその門がちょっとこう城壁に囲まれてて、いくつかの門があるわけですね。その門を開けたらば入れるわけですね。門を開けますから、とか言えない、嘘言うなよ、嘘言ったらこっちはもう滅びるわなっていうね、いうような会話がなされておったんでしょう。でそこまで言うなら、よし行こうかって言って、キロス王は軍が引いてバビロンを攻めたんです。そしたら確かに彼らが上げてくれたんです。一気に潰せたんです。だからペルシャはバビロンを、まあ極端な言い方すれば一夜にして攻め落としたわけです。ドンと入ってきますからね、不意打ちを食いますからね。でそこでですね、バビロンをペルシャがバビロンを滅ぼして取っちゃった。そこでユダヤ人はご褒美でこのバビロンの町の略奪を許す。
主なものは宮ペルさん、キロスを持ってきましたよ。金銀財宝は持ってきましたよ。だからそれ残ったものはね、全部ユダヤ人お前らにやどうぞ、あの略奪を許す。そして元のイスラエルへ戻ることも許す。だから彼らはイスラエル一部は戻りました。で一部はキュロス王にくっついてペルシャに移動しました。で一部はそのまんまあのバビロンにいました。だから彼らは3つの土地へ散ったんですね。イスラエルに戻った連中、からキュロス王のとこペルシャへ行った連中、それからバビロンに残った連中、3つに分かれました。あの人数がどういうふうな配分かは分かりませんけど、そして残った連中が今のユダヤ人の先祖です。で一般に日ユ同祖論とかそういうことを言われている、その日ユ同祖論のユっていうのは彼らのことを言うのかそうじゃないのか分かりません。ただ時代はもっと古いですから、この民族は最初はイスラエルって言った、イスラエル人って言ってました。後その後ヘブライ人というようになりました。彼らは名前を変えますんでね、あの大体名前を変えるっていうのはね、よからぬ連中なんですよ日本は太古の昔から日本です、まあ、ヤマトって言ってた時代もありますけども、あのヤマト、日本は一度も名前を変えたことありません。日本以外の国は全部変わっています。日本みたいにずっと変わってない国はありません、一つもありません。というぐらいに、だからそういう意味ではある意味ではこの人類の中で全員は日本人だけです。あとは全部悪人ですでみんなよかったら名前変えませんよ、都合が悪いから変えるんです。ごく最近でもそうじゃないですか、さっきの今日の話です。このシナ事変っていうのがね、大東亜戦争のまあ全ての原因ですよ。シナ事変が大東亜戦争の原因です。でそのシナ事変を起こさせたのがディープステートですね。アメリカではありません。アメリカが絡んでますけども、ディープステートです、奥の院の現代版。彼らがシナ事変を起こさせた。当時の軍閥に無限に金やって、日本人に対するテロを奨励して、なんとか日本を怒らせて日本とシナと戦争させようとして、それが大成功してシナ事変になった、ね、ということで彼らにやってることは太古の昔から変わらないっていうことですね。で一つこのユダヤ人とヤマト日本人との間で共通のことが一個だけある、それは王が万世一系だってことです。万世一系だってことで、悪の万世一系といい方の万世一系と2つあるってことです。これ、ね、本当ですよ、本当の話です。これをね理解しないと世界の歴史は理解できません。ある歴史家、ユダヤ人の歴史家がこう言いました。よくブログにも書くんですけどね、世界の歴史はユダヤ人と非ユダヤ人といて、つまりユダヤ人と一部の民族がいて、そしてそれ以外の、まあそれはインド人やらシナ人やら日本人やらいろいろです。そのいいですか、正確に覚えてください。世界の歴史はユダヤ人に、非ユダヤ人のユダヤ人に対する抵抗史である。ユダヤ人に対する非ユダヤ人の抵抗の歴史です。これはもう本当ね、あのしっかりあの理解しておいたら、いや割がその他のことは分かりやすいんです。それで非ユダヤ人がユダヤ人に対して抵抗して、その抵抗が成功した時期と失敗してとんでもない目に遭った時期とこう歴史は分かれます。今は今日現在まで、つまり300年間非ユダヤ人がユダヤ人に
コテンパにやられてひどい目に遭っている時期なんです。それを頭にきてこの野郎って言ってこんなひどいことをしてと言って抵抗したのが一番の最近では日本の大東亜戦争です。日本の大東亜戦争は日本がディープステートに対する抵抗をしたのがこれが大東亜戦争。ところが当時の日本の政治家あるいは軍人、それを彼らはその意識がなかった。相手はアメリカと思っているわけです。だから開戦の詔勅は米英両国に戦争を開戦すると、まあちょっと後で読みますけど、だからディープステートという意識はまあなかった。これからまたやりますけども、そして今です。ひょっとしたらですよ、トランプの残党が、つまりアメリカ軍がその抵抗を今始めてるではないかなっていうちょっと気配があるんですね。今アメリカ変でしょ。だってバイデン大統領まだ一般教書演説してないんですよ。そんなことってないですよこれまでね。まあ、就任早々だって1週間ぐらいでね一般教書演説するんですよ。あるいは公式な記者会見も開いてない、一度も開いてないです。だからテレ出る間でねなんかやったりしてますけど開いてないですよ。でワシントンは毎日真っ暗ですよね。ワシントン真っ暗ですよね、いつのことにか。これものすごいフェンスで鉄条まで囲まれて、それがワシントン、あのアメリカの首都ですよね。なんか噂によるとアメリカワシントン DC の DC はもう取れちゃったという地図にはワシントンとしか書かれてないとか、いや私はまだ確認してないから分かりませんけど、そんな話があの YouTube だったり出てきてますね。ちょっと本当分かりません。ただあそこはアメリカ合衆国ではないことは確かなんです。あれはコロンビア特別軍って言ってね、あれだからイギリスの、あそこはイギリスの植民地なんですね。あそこだけは、まあそれはいいんですけど、アメリカはちょっと変で、米軍は中でもね割れてると思うんですよ。一枚岩ではないと思うんですよ。だからなんかこう作戦がちょっと遅れているんですね。遅れているようです。あのこれまでの予定では明日、今日20日、21日21日に一斉放送ある予定だったんでしょ。だから21日とか向こう時間だから、あさってには一斉放送が行われる予定だったんですよね。それはどうも多分行われないでしょうね。多分伸びてると思うんですよね。それはそうです、軍事作戦が絡んでますからね。だって地下何千メーターのところ掘ってですね、そこからあの子供を救出したりしてるんでしょ。そんなことな予定通りにいきませんよね。それでも順調に救出はしてますよね。どんどん救出されてますよね。で金も発見されたっていう、これもまだどこまで本当か分かりません。でも発見されているようです。まあそんなこんなで軍事作戦ですから予定は来ると思うんですけども、だから今ひょっとしたら米軍がこのユダヤ人に対する抵抗のまあ戦争をしているかもしれない、そんな気配が確かにある。それをどのレベルで、でそのそれをやってるのはフリンっていう将軍ですけどね、それがでもそれを支えているのはトランプだと思います。そのように言ってる人もいるし、で、まあ、これはまあ噂ですけど、フリン将軍っていうのはケネディの息子がいますよね、今ね。息子となんか義兄弟じゃないかというふうに言われてます。まあ、それはあのどこまで本当か分かりません。そんなこんなで何百年、300年ぶりぐらいに本格的にユダヤ人に対する非ユダヤ人の抵抗戦争が起きているんだというふうに捉えると、なんかよく分かりやすいんですね。一度はいろんな人が抵抗しました。
一番最近では日本が抵抗しました。で潰されました。その前は第一次世界大戦でドイツが、でその前、その同じ頃にロシアニコライ2世が、その前はフランスのナポレオンがというふうに、ね、いろんな人が抵抗、全部ことごとく潰されて失敗、まあ、負けてきたんです。勝った人はまだ今のところいないんですよね。でユダヤ人に対する抵抗の戦争が一番最近勝ったのは、今から500年600年前のヨーロッパの中世です。これは勝ったんです。各王様がヨーロッパの、そうですね、10か20かあった 王様たちが全て自分の国内の、ハプスブルク家のハプスブルク、オーストリアの自分の国内のユダヤ人を一人残らず追放したんです。追放したから勝ったんです。ある、ローゼンタールっていうアメリカの上院議員の政策秘書がこういうことを言ってるんですね。なぜアメリカはユダヤ人を追放しないのか不思議でしょうがない、こう言ってるんですか。アメリカは、アメリカ合衆国はなぜユダヤ人を国外に追放しないのか。国外に追放しなかったらもうボロボロにされますよと、こう言ってるわけ。これユダヤ人が言ってるんですよ。ユダヤ人 のジャビッツという上院議員の政策秘書が言ってるんですよ。殺されましたけどね、まだ27歳ですよ。殺されましたけどね。ということは結構怖い世界なんですね。それが奥の院です。で、まあ、ジャビッツの時代、つまりアメリカの、今から何年前かな、50年ぐらい前の話です。完全にユダヤ人が支配してます、アメリカは。まあ、完全に支配してると思ってます。もうある時期からディープステート、アメリカのディープステートの了解を得ずしてなった大統領は一人もいないと言ってる、彼がね、と言ってますが、それぐらい。ということで、ディープステートと奥の院の関係ってのは、太古の昔からある、今もある奥の院、それと今現代版としてある、これがディープステートで、メンバーは一致してません。一緒じゃないです。ディープステート、奥の院のトップはっていうか、何も分かる、彼らは何も言いませんからね、明かしませんからね、明かしませんから分からない。でも推測することは多少可能。なぜかというと、やったことを見たら分かるわけです。その人間がやったことを見れば分かる。今から2000年前にキリストを処刑した、今から2000年前にキリストを処刑したんじゃない、処刑させた、ローマ軍に、ローマ軍に処刑させた。誰がしたんですか。71人いるサンヘドリンのメンバーです。サンヘドリンっていうのがあるんです。71人います。名簿はありません。絶対明かしません。その時代その時代でサンヘドリンいるわけですよ。メンバーはどういうふうに変わるのか、人気好き、5年やって誰かに変わるのか、そんなこと何にも分からない。一切明かしませんから。だから奥の院って言います。であらゆることを彼らが決めます。原爆、日本に原爆を落としても彼らが決めたわけです。彼らが決めないとそんなことは実行できるわけがないんです。核開発をさせたのも彼らがさせて、でこれはここから先はこれは私の想像ですけども、スティーブソンっていう男がいた、ね、大東亜戦争の時に大活躍した。だからあれはルーズベルトよりももっと大きい権限を持っていましたよ。スティムソン出てきます、そのうち。このスティムソンが、まあ、立場は国務長官、ね、でしたね、国務長官。だから俗世間の俗世の、まあ、肩書きと実際の持ってる権限とは違うってことですね。だからあの当時の大統領は確かにフランクリン・ルーズベルトでしたけども、
実質の大統領はスティムソンかバーナード・バルーかどっちかです。あのフランクリン・ルーズベルトではありませんというふうに別なオクネインの存在、それを近現代ではディープステートという、ディープステートを仕切っている連中が必ずしもオクネインの支配者ではないと。でもその非常にオーバーラップしていることは確かですね。残念ながら今からお話しさせていただくんですけども、残念ながら日本の当時の政治家ないしは、メディア、それから、軍人はこのディープステートのことをいまいち理解していなかったんだと思います。後でいろんなものを読みますから分かる、そのように推測されます。もうそろそろ戻ります。もう30分になっちゃう、すいませんどこまでこないとお話したらちょっとわからないんですけども、ちょっとまあおさらいで、昭和元年、頃から、まあ、かいつまんで歴史をたどっています。昭和天皇は大正10年に摂政になられて、だからその時からもう実質天皇ですね。だから昭和天皇の御代は、つまり昭和時代というのはもう大正10年に始まっていると理解した方が歴史的なことが分かりやすい、理解しやすいと。で、昭和元年というのはまあ大正15年、昭和元年、昭和元年に昭和天皇が即位されて、その時は20歳で天皇に即位され、まあ先代さんが崩御されましたが、まあ、仕方ないですね。その時に即位されて、まなし即位したばかりの時に何が起きたかというと、シナ、隣のシナで北伐っていうのが行われましてね、昭和元年は大正15年、大正10で、だからその昭和元年っていうのは大正天皇が大正15年12月24日に崩御されましたね、確か。だから大正15年、昭和元年っていうのは、まあ、1週間ぐらいなんですよね、非常に短い。大正15年が、まあ、ほとんど年末まで。で、だからいきなり、なんとなくいきなり昭和2年なんですよね。元年がちょっとしかないから。で、2年に北伐を、その前からやってたんですけど、北伐を蒋介石が本格的にやりまして、北伐っていうのは、蒋介石は広東省で、まあ、旗を上げたわけですからね、それから北京へ向かってこう征服していくわけですね、大軍を率いて。ずっと北へ登っていくわけですね。北へ登っていくと、最初にぶつかるのは揚子江って川なんですね。揚子江にぶつかる。揚子江で、まあ、足止めを食らう。船に乗らないと渡れない。足止め食らう。で、そこで何を彼らはしたかというと、外国のあらゆる施設を襲撃しましてね、略奪、強盗をやるわけです。それで各国はその被害に遭って、で各国は揚子江に軍艦を持って行って砲撃して自分のところの同胞を守った。ところがそれを日本は知らなかった。重原喜重郎っていうね、優しい人がおりまして、いやいや、シナはね、大国だから、もう伝統あるシナ、あのね、いじめちゃいけないとか、あるいは争っちゃいけない、で何もしなかったんです。そうするとどうなるかというと、日本的感覚だと、日本的感覚だと、あの民族は優しいから、そっとしといてやらなきゃ、ちょっと褒めてやらなきゃっていうのが日本の感覚です。彼らの感覚は、あれおとなしいから攻めやすいと、あれをやれと、こうなるわけですね。だから日本が一番被害を被った。でとうとう あちこちで被害を受けて、こう領事館とかに逃げ込んでくるんです、日本人がね。で来てですね、領事館が今度は襲撃されるわけで、襲撃されて、とうとう
それは南京事件というのはそうですよ。南京事件は南京大虐殺ではありません。違う南京、これは本当の南京事件です。本当の南京事件はこの昭和2年の事件。どういう事件かって、みんなね、日本人がみんな逃げ込んできたんです。公使館に逃げ込んできて、そして日本の陸戦隊が守ってたっていう、土のうを積んでね、機関銃を構えて、そしてここ中に入ってこないように防備をして、たったね、人数にして20人ぐらいですよ、陸戦隊が防備しておったのをですね、蒋介石が日本に電報を打ってですね、この防備は安全は保証するから防備を解いてくれ、我々シナ兵が全て責任を持って守るから防備を解いてくれ、それで指令原の優しいおっちゃんがね、解けと言ったで解いたんです。一気に入ってきてね、全部略奪されて、強姦ね、強姦強盗、もう陸戦隊も全部虐殺されたんです。これがですね、南京事件なんです。で、これで日本人は一人残らず日本に引き上げました。ものすごい悲惨な事件なんです。これ韓国もそうです。だから今この教訓があるとですね、今シナ大陸に進出している日本企業はやられますよ。同じことをやられますよ。危ないですよ。で、これまあ続きます。で、南京事件その他、ね、日本人は全部引き上げました。まあ、これも全部ディープステートのやってることです。武器をやらないとなんかできないじゃないですか。鉄砲を持たせないと。全部それディープステートが蒋介石に触れてやってるわけですよ。やれと、どんどんやれということで、このことを日本人は気づかなかった。当時はね、当時は気づかなかった。それでその頃同時にとんでもないことが起きたんですよ。張作霖っていう男がおりまして、まあ古い方も大体名前はねご存知だと思うんですね。張作霖っていう男は、これは満州軍閥なんです。満州軍閥、これが辛亥革命で清朝が転んだ後、もうシナ大陸はもうあちこち軍友割拠でね、軍閥がそれこそ血で血を洗ったり やってるわけですよね。喧嘩してるわけです。そのうちの一つが張作霖で、張作霖がその時は北京まで占領してたんです。だから張作霖がシナのと王様になりかかってたんです。北京をね、北京を制する者がシナを制するということですからね。でも制してたんです。でところがですね、妙な事件が頻発するもんですからね、どうもソ連が怪しいと。でソ連の大使館、北京にあるソ連の大使館を捜索したんです。大使館を捜索ってことは違法なんですよ、国際法上はね。で日本、そこのアメリカ大使館をね、日本の警視庁の警官がね、行ってね、捜索できませんよ。それと一緒ですよ。これやったんだから、調査官にこれやったわけですよ。まあそれだけ怪しかったでね。やったらもうあれ、文書はなんていうか、あれしますからね、開示させますから、文書をみんな取りますからね。それで怪しげな人間をみんな逮捕しますからね。そして調べますから、まあ、いろんなことが全部わかるわけですね。分かってきた。でどうもこれ工作員なわけですよ。大使館員は全部工作員。まあ日本も今そうですけどね、中国大使館の会員連中みんなあれ工作員ですよ。同じなんですけど、それをやって、それで張作霖が内容が全て分かった。それで蒋介石に突きつけた。こんなになってるよと、お前知ってるんかというようなことで、それから蒋介石は掃除、まあ、今で言えば泥沼掃除ですね、この
国民党軍の中にいる共産党員を工作員をこうつまみ出すような作業をしてる、そういうこともしました。でもちろん調査国もやりました。それからそのそういうことがあった後、蒋介石は引き続き国閥を続行いたします。続行して北京に入る勢いだった。北京に入る勢いだった。趙作霖はもうこの軍の勢力によってこれはもう蒋介石にはかなわんということで、趙作霖は故郷に帰ったんです。満州に帰る、奉天に帰るんです。奉天に帰る時に彼は爆殺されたんです。これが趙作霖爆殺事件、翌年で昭和3年のことです。でこれで日本の、これは日本軍の関東軍がやったもんだ、こう疑われたわけですね。で日本もどうも日本関東軍がやったというふうに、まあ、思い込んで、それは誰だということで、まあ、河本大作っていうのがね、彼がね、河本大作がね、ちょっとすみません、あんまりこう熱くなって河本大作は何でか知らんけど、そうあちゃやってないと言わないんですよ。言えばいいのに、なんでそれ言わなかったのかがね、謎の一つなんです。いろんな思惑あったんでしょうね。一つのまあ英雄になりたいとかあったのかもしれません、わかりません。いずれにしても日本軍がやったとなりました。ごく最近まで日本軍関東軍がやったということになってます。 だけど実際にはモスクワの工作員がやってる。名前も分かってるんです。サルヌインというフォレストフォルサルヌインという、まあそれいいんですけど、でこれがやったんですけども、モスクワの指令がどういう指令だったかというと、日本軍がやったように見せかけて調査部隊を爆殺しろと、これが命令ですからね。命令通りになったんです。これ理想的に言ったんです。でサルヌインは終わったらすぐモスクワに逃げて帰った。だから分からんのです、あの当時はね。今も分かってます。だから今は調査部隊爆殺事件とは歴史には書いてません。何と書いてあるか、満州某重大事件、こう書いてある。だからもう明らかに関東軍がやったことじゃないんです。ところがですね、その時の総理はね、田中義一っていう人だったんです。田中義一が総理でね、天皇からね、これはどういうことだと言って、まあ御下問にあったんですね。そりゃそうです。天皇陛下としてもね、なん関東ね、満州で妙なことが起きてるなと、で噂によるとなんか関東軍がやったらしいというね、これどうなってんだって言って、はいって言ってね、で田中首相はですね、分かりました、もう直ちに調べます、もう3ヶ月もあれば解決しますと、まあ言ったらしいです。言葉その時に録音してませんから分かりませんけど、そういった趣旨のことをおっしゃって、で半年経っても分からんです。犯人いないだから分からないです。もう飛んで逃げてるんですからね、分からないんですよ。で半年ぐらい経って陛下が、田中もう3ヶ月あれ解決するとあれどうなったんだ、こうちょっとお叱りを受けたんですね。直接か間接かは分かりません。でもお叱りを受けた、それはそうでしょう。お叱りっていうか、まあ、こう諮問されたのか。それで田中義一首相はもう非常に気に病んでですね、陛下に叱られた、どうしようか、どうしたらいいか、そして彼は総辞職いたしました。総辞職して彼は郷里に帰りました。山口県萩に行ったんですよね。で彼はまあそれから2、3ヶ月して亡くなりましたね。多分自決だと思うんですけどね、亡くなりました。そういうこの田中義一という人は非常に愛国心のある方で、もう陛下一本
萩の乱っていうのが昔ありましてね、昔々ですね、本当に。その萩の乱に大将は前原一世というね人物が音頭を取って起こした事件です、乱です。あの頃ね、いろんな新風連の乱の乱がいっぱいあったんです。そのうちの一つです。で、全部処刑されたんです。全部処刑されてました。まあ、田中英二はまだその時17歳だったから、かわいそうやないかということで、彼は助けたんです。彼は処刑しなかったんです。処刑されなかった。で、彼はその後陸軍に入って兵隊軍人になっていくわけですね。どん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 出世してね、ちょっと総理までなったんですよ。まあ、そういう意味では大出世したんですけどもね、そういう男です、田中英二。その昭和3年に、まあ、即位式、昭和天皇の即位式をされまして、その後この疫死っていう事件がありましてね、張作霖が爆殺されて亡くなりました。でその息子が張学良、この張学良っていう名前はちょっとここ書いておきますからね、非常に重要な人物です。張作霖の息子、後を継いで張作霖軍閥の後を継いで、張作霖軍閥と日本とは悪い関係ではなかったんです。なんでかというと、お互いに助けられて満州統治をしておったわけです。満州統治っていうのは満州人が張作霖が統治してる、ただそのとこ、その一部分だけ南満州鉄道っていうね、鉄道、それとその隣接地の統治を日本がしてたんです。借款を受けて日本がしてる。でちょっと複雑な関係なんですけどね、満州の中、日本の中、こう領地があるのようなね、そういう関係だった。だからお互いにこう関係は深いわけですね。満鉄に満州、南満州鉄道に満州人が働いておる。で日本人ももちろん働いてるけども、それは12人9人までは満州人ですわね、従業員は。まあそんな関係で非常に関係が深かった。だから張作霖と日本軍とは、あるいは日本政府とは非常に仲がそんな悪いはなかった、ね、特にいいっていうわけでもないでしょうけど、まあ良かった。だけど この息子の時代になって、それは親父が爆殺されたということがあって、それを日本がやったというふうな思いがあったのかなかったのか、これ分かりません。あったのかもしれないし、なかったかもしれない。なかったけども、ゆくゆくは彼は共産党に行くわけですよ。つまりね、だから共産党に、最初から共産党、共産主義者でモスクワと通じてたのか、だそうであれば、これ幸いと日本に敵対するようになった。だから彼の時代になって日本と敵対するようになったことだけは事実なんです。いきさつが親父との関係でなったのか、これは分かりません。今もってもわからない。いずれにしても非常に反日になります。で、ある日突然、彼らの満州中の政府の、まあ、市役所とかね、いろんな政府の、全部、蒋介石の、つまり国民党の旗が上がったんです。一斉に。これ、疫死っていうんです。一斉に、蒋介石の国民党の旗が上がった。ということは、あからさまに反日ですよということを示したんですね。この時から張学良と日本とはもうものすごいこの戦争状態になります。戦争状態になった結果がどういう結果になったかというと、また日本人に対するテロ、もう毎日のように日本の子供がさらわれたとか、あるいはどっかの駅舎が焼かれたとか、満鉄のね、そういう事件続きで、こらーって追いかけていって捕まえてきて牢屋に入れてもですね、また明日にはやると、もうあっちは人口多いですからね、いくらでもできるわけですね。そういう背景がありまして、
そしてその字流浄語事件というのを、まあ、流浄語というのは法典のちょっと北になるかな、 駅です、駅の名前です、流浄語という駅の名前です、その駅が、まあ、あの破壊された、線路引っぺがされて、彼らのような大体駅舎を焼くか線路を剥がすか、線路を剥がしてその鉄をレールを持って行って鉄くず屋に打つとかね、まあ、そんなことをやるんです。この流浄語事件をきっかけに石原莞爾っていうね、非常にね、なんていうかね、もう曖昧なことが嫌いだね、断固としてやるんだみたいなね、そういう軍人がいまして、これがもうちゃんと計画してるわけですね。でこの事件をきっかけにダーッと満州中攻めたわけです。それはね、もうあのどこにこの張学良の兵団がある、ね、あるいはどこに宿舎がある、どこに本部がある、まあ、全てしらみ尽くしてる。でそれを全部一気に潰したわけです。でそうですね、確か1ヶ月も経たないうちに張学良の軍を全部外へ追い出した。満州から外へ追い出すっていうことは万里の長城から南に追い出すということです。万里の長城が国境ですからね、満州と信濃との国境ですから、国境から追い出す、追い出したすぐ先は熱火省、熱火省追い出した。それが満州事変なんです。だ満州事変は日本軍は確か2万かそこらで、張学良の軍は30万なんです。で30万の軍がいて、日本2万の軍隊でね、全部短期間のうちに追い出すということが何でできたかというと、まあ、それは強かったからできたんだと言ってはそれまでですけどね、それはちょっと言い過ぎでね、ちょっと違うんですね。満州の国民が張学良が大嫌いだったんです。なんで何もいいことしないから、悪いことばっかりするからね、非常に嫌われたんです。だから全部あそこにね、あの武器をあのあれ倉庫があるよとかね、全部教えてくれたわけですよ。全部教えてくれたから、それ全部あの情報を掴んでですね、一気にやったわけですよね。だからそれはまああの関東軍が強かったということも言えるけれども、それだけではない。満州人が協力した、ここ大事なんですよ。満州国建国、この後もあれになります。満州国建国が日本が侵略したと言われてるんです。違う、満州人が望んだんです。張学良は嫌なんです。嫌だから自分たちの国を作りたい。で自分たちの国を作ることに日本軍が協力したんです。ここ大事なんですよね。侵略じゃない。彼らの望んだ方向へ日本軍は協力したんです。で協力して満州国を作った上で溥儀を王様として招いたんです。愛染神楽溥儀ですね。あのラストエンペラーで、まあ意外と有名なんですけどね、ラストエンペラーの時はまだ3歳か5歳かですよ。でもこの時はもうあの成長して20歳過ぎてますからね、あの彼を満州国皇帝として迎えたわけですね。だから満州国っていう国は昭和6年ですよね、建国は7年、満州国建国。私は一時期ちっちゃい時は満州国国民でした5年間満州国国民でした。まあまあそれはいいんですけども、満州国建国しました。この満州国建国に対してイチャモンをつけてきたのが、先ほど、名前を出しましたスティムさん、アメリカのスティムさん。だこれ要するにディープステートなわけです。アメリカの国関係ない、アメリカの国何も知らない。後の話になります、ハルノートだってね、アメリカ国民何も知らなかった。何を発表してないんですか。これはね、全然ね、あのアメリカ国民にしないわけ。なんで真珠湾攻撃あんな卑怯なことするんかなとアメリカ国民は思ってる。ハルノート知らんから、ハルノートの存在知らないから、というぐらいにディープステートが勝手にやってることなんですよね。これはね、もうあの日本の歴史家があのこう見落としている一番重要な要素ですわ。
これをね、今も多分今もそれをその体質は続いていると思います。まあこの時戻りましょう。ここでルーズベルトがアメリカがシャシェリで干渉してくるわけです。いろんなテロ事件を起こすわけです。そのうちの非常に大きなテロ事件の一つがこの上海天長節爆弾事件。この満州国建国の直後、シナ大陸の上海っていう、まあ、上海はまあご存知ですよね。上海のまあ公園があるんです。蛇行公園、路人公園とも言うらしいんですけども、そこでですね、天長節の、まあ、お祝いをするんです。当時はね、今の日本天皇誕生日言うてもですね、何もしませんけどね、当時は違いますからね、国を挙げてお祝いをするわけです。だからシナ大陸に住んでる人たちはお偉から全部さ集まってですね、この公園で祭壇を設けてですね、1万人ぐらいの日本人が参加したと言われてるんです。でひな壇には、まあ、陸軍の軍人の偉い人とかね、講師とかね、立正公会議所の偉いお偉方が並んでひな壇に、そして式典が始めて、みんなが最初に、国歌斉唱するんです。今はどんな行事でも国歌斉唱しませんけどね、当時はしてたんです。して当時はしかも国歌斉唱、国歌を2度歌うんです。2度歌う。歌ってで2回目の「君が代」はっていうところのあたりでこの陰法吉ってやつがね爆弾投げ込んだ。爆弾投げ込んでそのもちろん陛下皇陵陛下の写真が あるんですよ。それ向けて爆弾投げ込んだ。それで5人ぐらいの人が即死。白川陸軍大将も即死だったか、その後翌日ぐらいに亡くなっています。それからもう一人ね、重光守っていう人がね、この人がもう足に大けがしましてね、腕病院に担ぎ込まれて片足切断です。片足切断。それでその後ですね、1週間後にね、国際会議がこの時はね、第2次上海事変、第1次上海事変が行われて、まあ、日本が勝ってシナが負けて、その直後のことで、この第1次上海事変の、まあ、戦後処理の話し合いを戦後処理についての話し合いをする会議が開かれる予定だった。ちょうど1週間後に。でこれをですね、重光守はこの会議を飛ばすために、つまりこの会議を開かせないためにこのテロ事件を起こしたんです。それが分かってるから、重光守は分かってるから意地でも行ったんですよ。片足切断して1週間後に会議に出たんですよね。すごい人だと思いますよね。まあ、そんなことがありまして、全部ディープステートがやってることですよ。裏でね操ってることなんですよ。でその後満州事変を、満州国建国を認めないと、国際連盟はね、これだからあれでしょ、ディープステートのやってることでしょ。国際連盟は認めない。まあ、その前にリットンという調査団を派遣すると、本当の独立国建国、本当に建国したのかと、ただ日本の傀儡じゃないのかということを疑ってリットンを派遣したんですね。そうしたらもう蒋介石その他がね、もうリットン調査団を挙げて接待してね、まあ我らも握らせて抱かされて寝かされて全てやること、彼らのやること一緒ですからね、いつも彼らのやること一緒。それもあってで、国際、ディープステートの方針もあって満州国独立国建国は認めない、こうなったんですね。独立国って本来国が独立するってことは
他から認められている独立するんじゃなくて自分たちが独立するんです。認めるか認めないかはその国の勝手だから、例えば日本で九州独立だって言うてですね、はい言うて、ね、独立宣言しませんか。そしたらそれで独立できるんです。それを例えばアメリカなり、中共なりが認めるか認めないかは彼らの勝手なんですね。だから独立そのものは、ね、何の影響も受けない。だからそういう意味では満州国は独立したんだから、リットン調査団を受け入れたことが間違いなんです。受ける必要ないんです。認めるか認め、承認するかどうかはあんたらの勝手だから、承認しなきゃしないでいいよっていうこと。だからなぜこのリットン調査団の受け入れを日本が認めたかっていうと、自信がありすぎたんですよ。どっから襲われても何の問題もないということで、自信がありすぎてね、どうぞどうぞ調べ、どこまでも調べていいよとこうやったわけですよ。自信過剰っていうかね、まあ知りませんけども、まあそんなこんなで受け入れて、調査団を受け入れて、その結果が国際連盟であれはインチキだと認めないとこうなって、ね、そのこんな日本は怒ってね、はいじゃあそうですか言っても脱退したんです。連盟を脱退しました。ああもう日本は今の歴史ではね、日本はもう国際連盟を脱退して、協調性のない悪い、当時は悪い政府だった、なんで今は教えられる。違います、全然違いますよ。あっちが悪いんじゃないかと。この辺はこの辺とこの辺にしましょう。でルーズベルトがまた32代就任しまして、2期目ですね、就任しまして、日本は脱退して、それからソ連がですね、まだソ連という国はできたばっかりですからね、1918年か9年かにできましたから、まだ10年ちょっとしか立ってないわけですね。カラハンというね外務大臣が、まあ、シナに対してですね、まあ、国民と蒋介石に対して、我々は不平等条約を全て撤廃する、ソ連としてはシナと結んだあらゆる条約の不平等性のあるものは皆撤廃するというふうにやったわけです。嘘ですよ。ソ連という国はね、まあどこでもそうですけども、日本以外の国はみんなそうですけどね、みんな嘘を言うんですよね。口から出まかせ言うてですね、そして美味しいところだけ取ってですね、あとは自分が約束したことは守らない。まあ隣がいい例ですよね。ちょっと次に行って、じゃあそれでいっぺんにシナ大陸の国民がですねソ連びいきになっちゃったわけですよね。でどん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 このソ連びいきになっていく。先ほど申し上げたちょうど9年に溥儀が皇帝になります。それから今度は日本の苦難が始まります。改めての苦難がワシントン条約、ワシントン会議っていうのがありましてね、日本をどうやっていじめるかという話し合いの会議なんですよね。その行き着く先が、この海軍軍縮条約になるんですけども、要は何のためにワシントン条約を開いたかというと、ちょうど第一次世界大戦が終わった後なんですよね。とにかく軍縮させろと、まあ、ちょうど今日本が憲法9条でがんじがらめになって、防衛予算を増やせないのと一緒ですね。つまり減らせと、軍縮だと、こうみんなでこう話し合いをさせる、とにかく日本の軍事力が欧米の軍事力によりも上回らないように、それよりも少なくなるようにこう会議を主導していったというのがこの海軍軍縮条約。これで日本の軍事力を縛った、ちょうど今でいう憲法9条の役割をしていたんですね。そんなこんなでこの憲法この中でですね、取り決められた一つの極めて重要な条約があります。ワシントン条約で、ワシントンでいっぱい条約がもう一緒くたに、たくさんのものを一緒くたに言ってるわけ。そのうちの一つで9カ国条約っていうのがある。この9カ国条約が非常に困った、その後困った国ね。どういう条約かというと、
何か問題が起こったら、つまり国際的な問題が起きた場合には、その当事国、当事者国2国で話し合いをしてはならない。いいですか、これ大事なの。してはならない。すべてこの9カ国で会議を開いて、そしてその会議で解決策を決めよう。こうなったわけね。ほらもう、蒋介石は飛んで喜んだ。もうテロのやり放題。やったってこらーって言われても、いやいや、今9カ国条約ありますから、話し合いはちょっと、私たちだけの話し合いではダメなんですよ、と。ね。9カ国寄せて、だから2人だけで話しちゃいけないんですよ。こうなったからやりたい放題になっちゃった。その結果が昭和12年の連続テロ事件、西安事件というのがそう書いてある。これはちょっと聞いてください。11年の暮れに西安事件。この西安事件というのはどういうのかというと、この人間が出てきます。蒋介石、蒋介石がね、共産党を追い詰めている。もう共産党は蒋介石から追われて追われてヘロヘロになって今にも潰れそうだった。とうとう西安まで逃げていって、延安まで逃げていったんでね。延安でも西安からもっともっと北の方ですよ、延安。でその頃ですね、最後のとどめを刺せと、共産党に対、毛沢東、周恩来に対して最後のとどめをさへと言って、蒋介石が蒋学良を送り出した。お前やってこい。もう一人いるんですけど、蒋学良と何とかもう一人、二人の人間行ってこい、最後のとどめを刺してこいと。つまり蒋介石、毛沢東と蒋介石を処刑してこいってことですよ。ところまで行ってもね、なんか1ヶ月経っても2ヶ月経っても拉致が開かない。何してんだって言って、もう蒋介石は自ら乗り込んでいって、何してんだ、早せんかってこう文句言いたい。そしたら逆に彼拉致されちゃってね、こいつに拉致されて、上でもう共産党の皇軍って言うんですけどね、皇軍、便利な日本軍はこう、全然違います。皇軍の連中がですね、すぐ処刑しろと、もう蒋介石ね、にっくき蒋介石、すぐ処刑しろと言って処刑されかけたところ、待ったがかかった。こら、処刑間は誰が待ったかけたんですか。スターリンです。要するにディープステートです。アメリカです。アメリカとソ連、アメリカとソ連両方とも同じ穴の無事なんですからね。あのディープステートですからね。処刑相なら釈放しろ。ただし国境が塞ぐ。これの飲ませて。この国境合作をやりますと蒋介石に約束させろと。で彼がそれを約束したら釈放せと、こうなったんです。なぜ第二国境合作かというと、これは第一国境合作は孫文がやって、そしてソ連大使館の捜索でとんでもない奴らだということが分かって、第一国境合作は終わったんです。終わって今回これで第2次か国境合作、これで蒋介石はそれを飲んで、それは昭和11年の暮れ、そして昭和12年の日本人に対する連続テロ事件、非常に分かりやすいですよね。これまあ蒋介石はこの国境合作の約束を守っているわけです。守ってどうしたかというと、国民党のあらゆる軍の中に共産党員を、共産党の将軍たちを入れたわけです。だから
国民党の軍隊の行動はこの皇軍の指揮下に入ったようなもんなんですね。だからどこまでもテロをやると。テロが昭和12年のテロ事件、連続テロ事件、7月の盧溝橋事件から始まって、第2次上海事変、それから南京事件、南京戦ですね、いわゆる今南京大虐殺と言われているあの南京事件、昭和12年の7月から始まって、南京戦がその年の12月に終わりました。だから昭和12年に全てが終わって、昭和13年翌年は総統選、つまり戦争が終わって負けた方の兵隊をこう掃除する、ね、総統選をやった。それが昭和13年です。で、昭和13年の総統選で日本軍は重慶、その前に蒋介石は重慶逃げてた、逃げてたから、で重慶の政府がそこで重慶政府を作ってた。だから重慶へ行って蒋介石をやっつけようと思って重慶まで行くんですけども、重慶までは行きませんでした。漢口でもうあの武漢三鎮ってね、ちょうど今武漢ウイルスのあの辺ですね、あの辺でもうあの日本軍はあそこから先は行かなかった。なぜ行かなかったか、何もないんですわ、向こうは。あの人口も少ないし、作物も取れないし、山ばっかりだから取れないし、何も美味しいものないから行かなかったんです。で、武漢まで行く、まあ、兵力も消耗しますので、ね、行かなかった。あそこで止まった。だから13年でほぼシナ事変は終わったんです。シナ事変は13年で終わりました。で、15年には、王朝明政権というのができました。重慶に蒋介石が逃げて、あそこに重慶政府を作ったから、本来であればこんだけ負け続けたらもう降伏して講和条約を結ぶのが筋です。それをさせなかったのがディープステートです。蒋介石に日本との和解をさせない、なんぼでも戦えよ、なんぼでも金はやるが、いくらでも武器は提供するが、何でもやるからとにかく降伏するなと、講和を結ぶなと、これがディープステートの蒋介石に対する命令ですよ。だからシナ事件ほど日本にディープステートが戦争をさせておったかということが非常に分かりやすい。このシナ事変ほど分かりやすい例はないんです。ところが13年にもう何もできなくなったから、蒋介石はまあおとなしくなったんです。やめや、講和条約は結ばないんですよ。結んだらディープステートに怒られるから。おとなしくなって何もできないから。で、日本はどうしたかというと、たまたま王朝明っていうね、この彼はより立派な人物でね、孫文っていう人がね、その前にいましたね。で、孫文は共産党、毛沢東政権にとっても蒋介石政権にとっても国父なんです。孫文という人は国父なんです、両方ともので、その国父孫文の一番弟子が王朝明。王朝明は孫文の一番弟子だから、本来であれば王朝明が国民党を率いて、蒋介石の立場になるべきを、あまりにも蒋介石が悪いことするから、あのこの間言ったかもしれませんけれども、黄河決壊事件とかね、大化事件、書いてないかな、
あの黄河って黄色い川って書いてね、黄河は日本軍が攻めていく、しなじゃ逃げる、逃げるけども途中で黄河のところで、黄河っていうのはですね、入り口は渤海に注いでるんですけども、入り口は東に向かって海に注いでるんですけども、ずっと西に遡っていくとですね、そうですね、500-600キロ西に遡っていくと2つに分かれるんですよね。一つはね、真北に、もう一つは西に。で、その川をですね、日本は東から攻める、向こうは西に逃げる。途中でですね、黄河を彼らが渡って日本軍が追いかけてくる時、来るまでに黄河をね、土手を壊してね、決壊させたわけです。だからものすごい水量ですからね、もう水浸しになるわけですね。だいたい面積にして四国の半分ぐらいが水に浸かったんです。水に浸かりますとね、家畜は全部死にますね。で、農地は全部に2年ぐらい使い物になるんです。で、飢饉が発生する。でもどん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 決壊壊してるから、堤防壊してるから、どんどん水は、まあ、平野に流れてくる。それで日本軍がね、その辺の民間人も集めて、この堤防をね、2キロ壊したわけです。2キロ壊した、こう修復作業を日本軍がした。川のね、西堤防を、東堤防を壊してるから、この堤防修復作業を毎日毎日やったの。あと対岸から、ね、機関銃でね、日本軍を撃つんですよ。妨害するわけ、修復を妨害する。こんなことをするんですよ。被害に遭ってるのは自分の国民ですよ。自分の評価席にとってみれば同胞ですよ。それをまあ、そんなことだから彼ら考えてないわけですよね。もうどう何だろうが、とにかく自分が得すればいいっていうのはね。だからそこはね、日本的感覚でもの考えてもわけわかんなくなります。そういう事件がありましてね。それからもう一つは、またさらに西の方へ逃げていってね、調査っていうところにね、あるんで、町がある。当時、今はすごいですよ。でも当時はまあ50万ぐらいの町、こうかな、調査って町がありますね。これをね、火つけて焼いたんです。町全部焼いたんですよ。つまり日本軍が来て、そしてそこにある穀物や何かを残したらいかん、全てを焼いて日本人が来ても何もないようにするんだということでね、自分たちの国の国民の町を焼いてしまう。今日の日本でやっぱ、まあ、静岡の町みんな焼いてるようなもんですよ、というようなことだ。その調査の対価事件と黄河決壊事件、この2つでね、汪兆銘はね、頭にしてね、こんな連中と一緒にやっちゃいられないと言って、彼は逃げたんです。ベトナムの方に逃げちゃってね。そして日本に合流して、日本に協力を依頼して、私が国を建てる、協力してほしい。で、日本軍はね、おお、よしよしよ、それいい、これいいじゃないかと、やれやれと言って、何援助はしますよと言って、生まれた政権が汪兆銘政権、国民党、シナ国民党だったかな、なんか南京政府ができた。あ、ちょっと休憩しますか。じゃあこの汪兆銘政権ができたというところで、ちょっと休憩、まずこれつながる、続きありますので。はい、大丈夫ですか。はい。